らいおいでが遅いな。本当にええ人ですか。おばさんのええというのも。あんたが道具屋です。なんぼ見立てがうるそうても今度はうんと言わします。見合いもここらで打ち止めにしてもらわんことには。そらこっちで言いたいことですよ。ちょっとぶら出てきます。もうお越しですぜ。カバがみずみずしく美しいこと。お越しになりましたね。謝ります。お会いしましたか。ああいう人を見せてもらわんことには。それ見なさい。あんたどの人や分かってますのか。あの皮膚を着た人でしょ。違いますがな。あれはあんたおゆずさんですがな。貝川さんへ片付いておいでのおしずさんの姉さんです。おしずさんの旦那さんになるお人やさかい、今日はどうでも私が見せてもらう言うてお越しやしたんや。そない間違うたらえらいことですよ。ご遠方のところお疲れでございましたやろ。いいえ、京都も久しぶりで楽しゅう参りました。さあ、しずさんご挨拶を。どうぞよろしゅう。晴れがらしいこと。
そうなええお方ですな。はように二親に分かれたもんでございますので、人懐っこはございますけれど、今日までご縁談もたんと終わりでしたやろ。ええ、でもいざ一緒になるというと思うような人がないと申しまして。しずさんはどうでしょう、お気に入りましたやろか。はじめあんたあの人言うたら、あんさんとしずさんと間違うてしまいまして。私と。ええ、一生懸命見てたんやそうです。おかえり。ただいま。えら遅なりまして、うん、ご苦労やったな。あんまり遅なりましたんでな、京都の八重さんのお家でお世話になりまして、うん、あんさんによろしゅう言うてはりましたわ。ほうそうか。で、どうやった。はあ、ええお方でした。優しゅうて、陽気のつく、それはええお方でした、うん、あのお方なら、しずさんを親切にしてくれはりますわ。おう、そうか。私も安心しましたわ。な、しずさん。そら、ええお方見つかって結構やったな。さ、しずさんからも兄さんにお話ししなさい。姉さん、お疲れでしたやろ。えらいお上手しはること。あのな、しずさん、あのお方言うたら、はじめ私とあんたを間違えてはったんやって。私はあんたとばっかり思って一生懸命に見てはったんやそうや。うん、そりゃあんたを引き立たせよう思って、今日はこんな地味な風をしていったのにな。なんぼ地味にしてはっても、姉さんは目立ってですさかいな。何を言いなさる。おいでやす。旦那さんお店の方に。いらっしゃい。こんにちは。あんたどうしてですのや。あのお話も決めてもらわんと。ええ。あんなええお話が不服なら、もう私知りませんで。そんな言われても。一体どこが気に入りませんのや。せっかくこれまで待ったんですからね。この人より他にないと思いますと。そんな思い通りの人なんてあらしませんで。ありますよ。どういう人を言いなさんのや。それよりこれは商売の方の話ですが、あのおゆうさんって方のお家から梶川さんですか、あそこへ出入りできるようにしてもらえませんか。なんぞ買うていただこう思ってか。ええ、だいぶ面白い趣味を持っていはるようですから。あれはあの人の趣味かいな。
旦那さんはどういう人です？旦那さんは早うに亡くならはった。じゃあお一人で言いはるんですか？そうや、まあお近づきになりたいんなら近々にお宅でおことの会をおやりになる言うてなさったよってな。まあそのこお越しやす。ようお越しくださいました。こんにちは。まあ、ようおいでくださいましたな。ちょうど今五郎さんが引いてやりますところです。そうですか。さあどうぞ。結構なお招きに預かりまして、よう来てくれはりました。果実は失礼をいたしました。いいえ、私こそ。さあどうぞ。こんな風をしています。お菓子でしたろ。いいえ結構ですわ。ほんまにお綺麗な部屋。館長の風俗はよろしございますな。お部屋もすっかりご所風で。私も源氏やら読むのが好きです。今日は許し物を引かしていただきますので。それは表向きで、実は一遍こんな風がしてみとうて。お師匠さんが聞きはりましたら怒りはりましやろうけど、おことはどうでもよろしいんです。おばさん、若い時のお母さんはこういう風にしてやなかったんですか？さあ私の母は早うに亡くなりましたので。お母さんはおいくつの時に？四つの時です。ああ、そんなお小さい時に。ええ、それで顔も姿も知らんのですが、京都の人で御所に上がっていたと聞いていましたので、小さい時から
母はきっとそういう姿の人やないかと思ってました。さっきその姿を拝見した時は嬉しくて。アンさんのお母さんでしたらさぞかしお美しいお方でございましたやろな。綺麗な人でした。でもゴリョンさんにはとてもかないません。どうしましょう、何ぞ出さなりませんが。どうぞ。あ、それはシャラツ。どうぞ。これはこれは、ようこそおいでやした。これは大旦那様で、この度はまたいろいろとえらいお世話になりまして。今日はまた結構なことを聞かせていただきました。どうしまして。じゃあ私どもはあちらで前を見せていただきます。どうぞごゆっくり。ボン、どうや、お母ちゃん綺麗やろうが。さあここへ行きなさい。おかえりやす。おかえりやす。おかえりやす。ただいま。おかえりやす。おばさん、あの人と結婚するわけにはいかんのですか。おゆうさんとですかいな。私が今日まで待っていたのはああいう人だったんです。そんなこと言うたかて、そんなことあんた一緒になろう思ったら連れて逃げでもせな。貝川さんにもお里のお身内にもやかましいお年寄りがいてやし、それにお亡くなりになったご主人との間に男のお子さんが一人おいでになるのや。それを育てていかんならんお勤めがあるし。そんならあの人は一生のままあそこで暮らさんければならんのですか。その代わりあんな贅沢させてもろうておいでやがん。なんぼ贅沢をさせてもろうても、女というものは一旦片付いたら先様のお言葉がない以上帰るわけにはいきませんのや。仮にできるとしても第一あんたおしずさんでお話ししてるのに今さらそんなこと言うていけますか。連れて逃げたらええのですね。あんた冗談にもそんなこと言わんといてくれやす。ちょっとお邪魔します。どうぞ。すいません。今おすいが来るな。あつけですか、ね。このすぐ近くに私の知り合いの家がありますか。さ、お前先帰っておいで。どうも。いいえ。すいません、直者さん。いいえ。さあ、ご両人さん。まだドキドキなさいますか。初期あたりなら
おけやら紐やら緩めてあげなはるとよろしいわ。胸もはだけて風の入るように。じゃあ私はお医者さんを呼んできますから。そんなしてあげとくやつ。どこへお越しになったんやろ。このまま静かに休んでおいでになったらよろしいでしょう。ありがとうございました。ご苦労さんでございます。ではお大事に。でも来られてないとすると妙でんな。どこ行かはりましてんやろ。心配やわなあ。ここで寝てましたんやな。お目覚めですか。えらいご迷惑をおかけしてしまいまして。お次はどうしましたやろ。探しに行ったんですが行き違いになりましたんですか。
心配してますやろ。はよ帰らんと。大丈夫ですか？おかげさんで。あんさんのお顔を見たときは、ほんまに地獄で仏さんに会うたような気がしました。どこへいらっしゃったんでございます？いいえ、それがお宅へ寄せてもらおうと思って。私の家へ。今朝ほどおすみさんが来はって、あんさんがもう結婚やらせんおっしゃったと聞きまして。それほんまでっしゃろか？あんさんおしずお嫌いですか？いえ、決して嫌いでは。お嫌いでないのならもろうてやってください。何とかしてええお方に沿わしてやりたいと思って。私は兄弟中で静さんとは一番仲がよくて、今でも私が寂しがらんように言うて毎日のように遊びに来てくれてます。静さんがお嫁にいてしもてはもう会いにも行けんような人のところへはやりとむのって。あんさんやったら何ぼ私が遊びに行っても堪忍してくださいますやろし。ごめんさ。もしゴリョンさんがお幸せになられますことなら、何でもしてあげたい、思ってます。そない思ってくれはりますなら、しずさんをもろてやってください。はい。もろてくださいますか？おじさん、かゆくあのゴリョンさんがお見えになりました。そうか。おいでやす。おかしや。こんばんは。さ、どうぞ。こんばんは。心配してましたのに。セリハさんにお会いしましての、えらいお世話になりましたんや。さ、どうぞ。なあ、しずさん、しずさん、しずさん、けったいな子やな。上がりやす。いえ、私はもうこれで。そんなことおっしゃる。どうぞお茶でも。あ、いずれまた。話というのはおしずのことやな、おじさん。実は困ってんねや。なんでです？まあ、あんたに任しといてなんやけど、親類中でごちゃごちゃ言うてんのや。なんて言い張るんです？相性が悪いさかやめた方がええと言うのや。そんな迷信を今時。それに随分遊びってやとも言うし。ちょっとぐらい遊んだ人でないと世の中のことは分かりませんわ。うん。兄さんはどう思ってです？わしゃまあええやろと思ってんねんけど。そんならよろしいありませんか？しかしわし一人というわけにもいかんしな。アンさんは兄さんでも小そべのご主人ですせ。アンさんがええとおっしゃったらそれでよろしいのです。そやかて肝心のおしずもはきはきせんがな。しずさん、しずさんは今度の縁談をみんなが不祥事やと言うてることを知ってなさるか？あんたはどう思ってます？私ばっかりやきもきさしといて
肝心のあんたが黙っていては明かしませんやないか。気が好きやと言うてたくせに。姉さんはあのお方どう思いはります？ええお方です。会うたんびにええお方やと思います。そりゃ私がもらうお婿さんでもないのにぜひというわけにはいきませんけど、私はこんなええご縁はないと思ってます。兄弟がお嫁に行くとだんだん他人になってしまう。静さんだけは誰にも取られとないけれど、あのお方なら取られたという気がせんと、兄弟が一人増えたような気になれますな。静さん、なんで進んで生かしてほしいって言いなされへんのや。あんたが生かしてほしい言うたら兄さんかてちゃんと聞いてくれはります。そうでっしゃろ。お嫁さんになった。この家の主として私が何か言わんならんとこでしょうが。あの、突然こんなことを言いまして驚かれるかもしれませんけど、今ここでお願いしておきませんと。どんなことです？実は私がここへ来ますについては固い決心があってまいりましたんです。固い決心？どうぞ私を形だけの嫁にしておいてください。私は姉さんの心を察してまいりましたんです。そうでしたか。アンさんに身を任せて姉さんにすいます。
私は一生上辺だけの嫁で結構ですよ。どうぞ姉さんを幸せにしてあげてください。なんということを言うのです。いいえ、私にはよう分かってます。姉さんはこれまで私に縁談が起こるたびに私を誰にも取られとうない言うて自分から邪魔して話を壊してしまいはりますね。それが今度ハンさんなら取られたような気がする、兄弟が一人増えたような気がする言うて。ヒズさん、それだけあれします。姉さんはアンさんにお目にかかってから急にお顔の色もツヤツヤして。それはあんたの思い過ごしじゃないか。いいえ、一旦夫婦となった上は不足なところもあっても何事も約束事やと思うてもらわな困る。あんたが姉さんを思うてあげる気持ちは結構やが、だからといって私にまで釣れない仕打ちをするなんて、そんなこと姉さんが望んでいられるわけはないやないか。アンさんも姉さんがお好きですやろ。私をもろうてくださったのもいつも姉さんと一緒にいたかったからと違いますのか。そんなことどうぞ私には隠さんといてください。しません。けれど私はあの人を兄弟だと思っているのだし、あなたが何としてくれたところでどうもなりようはないのやから。姉さんの思ってはるお方を取ることはできません。私が来なんだらお二人の中の橋がないようになる思って、私こそハンさんの妹にしてもらうつもりで来ましたんで。そんならあんたは姉さんのために一生うずもれてしまう気か。いいえ、姉さんかと一緒です。思う方があってもママならの掟に縛られて言い張るのです。姉さんを幸せにしてあげてください。姉さんを思ってくださるのでしたら私と同じ気持ちになって。しずさん、あんたは尼さんの絵になってもええのか。ええのです。
若葉を見ると思い出しますやろ。去年の東山の若葉、あの時の新之助さんと静さんがもう夫婦になったはる。考えてみると縁というもんは不思議なもんです。ほんまに静さんはあの時の若葉が一生忘れられませんやろ。ええ。ところでどうですやろ、もうそろそろそこらの見晴らしのええとこでお弁当でも開きましょうか。もうちょっと辛抱しなさいな、もうすぐです。お寺まで行きましょう。あそこの楓若葉が綺麗ですさかい。もう足が痛まりましたわそんならあんさんおたげなさい。よっしゃ、さあ戻りなさい。軽いな、羽太みたいや。そうですやろ、山行くといつも私が追ってあげてまして。こら結構や、こんなんやったらもっと早から追ってもうたらよかった。意味なくて押しかりけりと思う
からね。今度は笑たらいかんのですよ。よろしく。ご夫婦はおむつまじいのが何より、ええもんだすわ、仲のええて。あんたは殺生だすな、見せつけられてばっかりを癒して。さっき宿帳に書いたのにわからんかいの。静さん。今度おかみさん来はったら二人でイチャついて見せてあげるとええのや。さあ、しんのすけさんと並んでせいぜい仲のええとこ見せてあげなさい。そんなことやれ言うたかってね。さあ、ちょっとそこへ並んでみて。さあ、そこへ。がな、間違わしといたら。行こう。さあ、そこへ座って、並んで。はよせんとおかみさん来はるがな。はよ言うてんのに。しつこいな、姉さんも。冗談はやめといてほしい。なんや、まるで娘さんみたいに。もうそろそろ盆のできる頃やないか。しずさんの盆はどんな盆やろな。私そんなこと知りません。おかしな子。一緒やなかったんですか。ええ、カジカが泣いてますが。ねえ、新之助さん、しずさんとは仲良いってますのか。ええ、別にな。めったに怒る子やないのに。何でもないんでしょ。おかみさんに間違われたくらいです。何にもあんなに怒ることなんかあらへんの。どこ行きましたやろな。ちょっと見てきましょう。しずさんか。どうしたんや。しずさん、私は今日まであんたの言うようにしてきたが、これはやっぱり間違っているのと違うか。なんでです。あんたこれでいいのか。本当のところを言ってくれ。本当の夫婦になりたいと思ってるのないか。
そんならそれでおゆうさんは二人の姉さんとして敬って、私ら二人はこれか。姉さんを幸せにしてあげてください。私の気持ちがあの時とちっとも変わってしまう。私にはそうは見え、私は苦しくてこのままの気持ちでは。もしも姉さんが自由な体になりはったら、もう私の世はないようになるのです。それまではこのまま。そうなったらあんたは私と別れるというのか。私はやっぱり妹としておそばに置いてください。どこにもやったらいいです。さっきどこ行ってたんや。宿の女中さんがホトトギスが泣きますよなんで聞きに行ってまして。心配しますがな。あれはなかなか危険もんですな。泣いてる泣いてる。いいえ、あれは夜ガラスやがな。ここは夜になるとえらい冷えますな。行ってあげましょうか。湯たんぽ代わりに寝てあげましょう。それはお門違いやろ。おやすみ。それはいつ頃のことや。おしずさんがまだ清里八さんへお嫁に行かはらへん前のことです。おゆうは何と言った。その時ごりょんさんはほんまの暑さあたりのようにおっしゃって、一人でそのお花のお師匠さんのうちに寝ていたんやとおっしゃっていられました。どうして清里八と二人でいたことが分かった。それはお花のお師匠さんのところへお礼を持っていくものに聞かせてみましたら、お二人連れで小祖父さんへお立ち寄りになったと聞きました。まあ上がっていきなさいな。いえ、遊んでばかりもれません。これから商売の方へ。そうですか。失礼します。大旦那さんによろしゅう。よろしゅう。そんならさいなら。さいなら。お帰りなさいませ。あのボンボンが急に悪いんです。
今戻りました。どこが悪いんですか。死にかけてる。こんにちは。あ、お越しやす。おしずさんは今ちょっと出てますが。おゆうさんがお里へ帰らはるそうやが、ほんまか。ええ、ボンが亡くなりましたんでな。それだけやないう人があるな。知ってはるか。一体あんたらどうなんや、聞いてみたいと思ってたとこや。いうことを言ってるんです。まるであんたらが畜生堂に押してるように言うたはる。おしずさんかわいそうやけど、おしずさんの定常ぶりにも程があるって。誰がそんなことを。貝川さんの方からも小袖さんのお身内からもわざわざ私のところへ言いに来はるのやがな。そんなことは嘘です。嘘ですよ。ちょっと行き来が過ぎるのと違いますか。帰ってきはった境もうええいうことはありませんで、少しはたしなんでもらわんと私らも世間へ顔向けがならん境にな。あんたにはそんなこと言わはらへんなんだやろうけど、返さはった真相はそこにあんのや。ボンが死なはらへんでもあんたを返さはったかもしれん。うちへ帰ってもろてもとても昔のようにはしてあげられんし、あんたという人は所帯じみた始末をして暮らしていける人やない。そこで話があんのやけど、どうやろう。もう一遍縁づいたら。実は京都の八重さんのとこから金金おゆうさんは何とか早う返してもろて、もう一度縁づけたい先があると言うてんのやけど、先は伏見の宮津という造り酒屋。何でも一昨年佐賀の大覚寺でお茶会のあった時あんたを見初めてしもたらしい。まああんたさえ来てくれたらどんな贅沢でもさすと言うてんのやそうだけど、知ってるかあんた。おとついも京都いて八重さんにおったら、そんなんやったらすぐに話してみたらと言うのやけど、どうや。まああんたら清い仲やと思うけど、そう思うているうちに旗がやいや言うとほんまにそうなってしまうもんや。悪いことは言わん。あんたがこの話さえ承知してくれたら世間かて納得するやないか。とにかく姉さんはこれで自由になりはったんですさかい、またまた閉じ込められてしまはるようなことは私らがささしません。ねえあんさん、姉さんはこれから思うようにできますね。さか兄さんがうちを置いとけんいはんのでしたらうちへ来てくださいね。三人仲良く暮らしましょう。
そんなことしてもろたらますます悪い噂が立ちます。あんたらがお気の毒や。そんなことほっといたらよろしい。何だと言わしておきましょう。ボンのお骨、おじいさん納めに行ってくれはったやろうか。私、お参りだけはしてきてやりたいわ。しずさん、一緒に行ってくれませんか。ついでと言うては悪いけど、こんぴらさえもお参りしましょう。ハンさん、一緒に行ってあげましょう。たどつで一晩泊まって、あくる日ボンのお墓へ参って、それからもう私はどうでもええわ。どうでもええわってねえさん。しずさん、お風呂場行って旦那さんの汗でも流してあげたらどうや。夫婦の中にはなんぞあんのと違いますか。いいえ、格さんと言うてほしい。いや、何ある。夫婦というもんはそんなもんやない。あんたらはどこや知らん、普通とは違います。なんぞあんのやろ。あんたででけんことなら姉さんが力になってあげますさかい言うて。あの人に好きな人でもあったんか。何もあらしません。私らは安住行ってます。そんなに泣くやないか。何もないのに泣くはずはないやおませんか。な、言うて。私はそれだけが心配です。それだけがって、姉さんは伏見のお酒屋さん行ってしまうつもりですか。何を言いなさる。いえ、姉さんが新之助さんを持ってやることは
最初から知ってました。私もええのんです。私はお嫁に来る前から姉さんをそうしたいよと思ってたんです。お二人はあの時一緒になれへんし、私がお嫁に来なんだお二人の仲は切れてしまう。私が恥になったげようと思ってきたんです。けどあんさんが、いいえ、私らは夫婦やありません、兄弟です。姉さんの思ってある方を取ることどうしてもできませんでした。父の晩に新之助さんに打ち明けて、姿は嫁でも内浦では妹にしてもらったんです。今でも二人は兄弟で、そうですさかいに姉さんは気兼ねなしに一緒になりはったらええのです。私は姉さんの世話を焼かしてもらうの、この世の中で一番楽しいのです。私がそんな罪を作っていたとは知りませんなんだ。いいえ、何もこれは姉さんに頼まれてしたわけでない。私らが勝手にしたことですさかいに、姉さんはこの後どんなことがあってもどうぞ気にかけておいてください。しずさん。いいえ、私は姉さんのために一生疎まれてしまってもええのです。嘘や、それは嘘です。あんたも新之助さんを好きでないはずはない。そんなことされては御所が恐ろしい。それなら取り返しのつくことです。どうぞこれからは本間の夫婦になってください。ね、新之助さん。新之助さん。聞いてくれはれへんなんだら兄弟の縁を切ります。もうあんさんだの顔も見ません。できました。もう一つ、あの奥さんは休養ができたので帰るとおっしゃって7時の船でお立ちになりました。
よう決心してくれはった。その方がええ。相手は指折りの問屋、大事にしてくれはる。その代わりお願いがあります。私このうちから出とはありません。京都の八重さんのお家から出させてください。うん、そりゃええやろ。その方は気兼ねなしに行けるし。これからすぐ京都へ行きます。すぐ？これからか。ええ、行きます。もう新さんたちには愛とはないのです。兄さん。この小袖とこの箱の中の下着を形見に新さん夫婦にあげてください。よろしい、承知しました。姉さん、どうしてはりますやろ。東京へ来てもう3年経つのに頼り一つないからな。小村の池というとどの辺になるのやろ。淀の近所はいうことですけどな。お前に子供ができると知りはったら喜びはるやろうな。そんなら行ってくるわ。おはよう。お帰りやす。お前顔色が良くないが大事にせんとあかんで。普通の体はないさかいな。
しお知らせなさるとはあるようでしたら、早速ご通知なさった方がよろしいでしょう。では。からの暮らしになりましたな。あの時姉さんがついてきてくれてやなかったら、あない苦労せんでもよかったんですな。可愛がってくださって、私は幸せに暮らさせてもらいましたけど、ハンさんはやっぱり姉さんのもんです。今さら何を言うのや。いいえ、ハンさんのおつむから姉さんの姿消そう思っても消えやしません。私はやっぱり姉さんの代わりやった。そんなことはない。私はお前を愛してきた、今でも愛してる。二人の中にはあんな立派な子供があるやないか。ハンさんを私一人のもんにしたかった。このこそでもこんなに重とはなってしまった。
ございました。さあどうぞあちらへ。こうしてご不自由者を遊んではるけど、ごりょんさんがおいたわしゅうてな。なんでお名前だけのごりょんさんですな。天領寄り付きにならんとは。旦那さんもどういうご了見ですやろ。私のようなものでは面白ないのですやろ。こうしてみんなに来ていただきますと、楽しゅうて何もかも忘れてしまいます。どうしはりました、賢業さん。庭の向こうで赤ん坊が泣いてるのよ。あ、ほんまに。どないしたのよ。ただの泣きようやないが。ちょっと。見てきなさい。この屋敷を見込んで捨ててったのかしら。どなたかご存知の人の。ただいまご達者の様子垣間見て安心いたし、この手紙をしたためおります。おしずは産後の日立ち悪しく、この子を残して死にましてございます。おしずが残せしこの子、いつかたえもやりとはのうて、もとより後をもろう心はさらさらござりませねば、お手元にてご養育をお願い申すが、何より分別と存じ参じましてございます。お目文字の上お願いいたすべきはずながら、生涯二度とお会いいたすまじき決心、何とぞ、おしずしんのすけがいつまでもおそばにてお慰め申す心にて、この子をお慈しみくだされたくお願い申し上げます。
私に栄光ができました。お月見の晩に十五夜のお月様がくださったのかもしれません。栄光ができました。ああ、可愛い子ができました。剣魚さん、この子を祝って何ぞ引いてやってください。